こんにちは、エアロボです。今回は忙しい時かけるだけで良質タンパク質が取れる釜揚げシラスで全栄養素を揃えてみます。何かな。まずは少ない栄養素から。釜揚げシラスにはこちらの栄養素が少ないです。ビタミン B6 はタンパク質の分解に必要な栄養素なので、良質なタンパク質の多い釜揚げシラスに少ないのはちょっと残念。でも大丈夫。これらを補うのはアボカドです。釜揚げシラスもまたアボカドに少ない栄養素を補っています。こんな良い働きも。アボカドにはビタミン C や高ストレスビタミンのパントテン酸がとても多いです。釜揚げシラスの持つ抗うつ作用のビタミン D と合わせて、ストレス時に取ってほしい栄養素が取れます。骨粗鬆症予防にも。切って乗せて全ての栄養素が揃う丼完成。時短で完全栄養素、ぜひお試しください。小腹が空いた時のミニ丼でも